ちょっと7の皆さん、センターをちょこっと開けようかな。それでは、先ほど の、 少年少女たちの議論で決定しました、岩手県広野町、日向町長、ご登壇願います。そうして、こういうこともあろうかと、広野町からすでにゆるキャラが来ているそうです。負けじと楢葉町のゆるキャラも来てます。ね、ゆるキャラさんどうぞ。7の皆さん、ゆるキャラちゃんがちょっと手を引いてやってくれます。助けてあげて。この会場にお集まりの希望の桜関係者の皆様、2018年希望の桜サミット大変お疲れ様でございます。今回のサミットでは中学生と高校生の皆さんが活躍し、まさに次世代を担う若い力が躍動したサミットでありました。私たちはワンアース様の大きなご配慮をいただき、希望の桜、宇宙桜をふるさと各地に植樹をすることができました。しかしながら、その桜が巨木となり満開の桜を咲かせることとなる数百年、そして数千年先の姿を私たちは見ることができないわけであります。ですがこの希望の桜は絶えることのない世代間のバトンとなり、桜とともに脈々とその精神を次の世代、またその次の世代へと引き継がれていくことでありましょう。このような壮大なプロジェクトを企画し、そして実行されておりますワンアースの皆様方には改めて敬意と感謝を申し上げる次第であります。本庁では平成29年2017年3月19日に広野牧場天文台の隣接地に山梨県北杜市様より貴重な山高神代桜の苗木の提供を受け、希望の桜、宇宙桜を植樹いたしました。まだ樹高も低く開花するまでには成長していないところでありますが、ぜひとも来年2019年は陸奥の本庁岩手県広野町で希望の桜サミットを開催させていただきたいと考えております。詳細な時期等については調整中でありますので、この場では申し上げることができませんが、できれば海の幸豊かな広野町としてウニやホヤなどの旬の時期の7月下旬にでも開催できればと考えております。キャンプ施設が充実し、海水浴場である海浜公園もございますので、若い人たちにも楽しんでいただけるものと存じております。これまでのサミットのように準備万端、整えることができるか不安なところはありますが、精一杯準備に取り組んでまいりますので、来年は岩手県広野町に皆様にお越しいただきますよう、この場をお借りしてお願いを申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。この度の第3回の希望の桜サミットの大成功、本当におめでとうございます。ありがとうございました。